ちゃっ、こんにちは、豊さん。なんか重かったな、こんにちは。いや、首位を突っ走るかと思っていた DeNA が、はい、ちょっとここに来て、まあ連敗がトトトとなり、さらにピッチャー陣がもうガバガバガバッと打たれ出しという、あれどうしちゃったの DeNA。 いい、はい、言っとくよ、はい、俺はあの DeNA がこのままじゃ走っちゃうよって言ったけど、うん、常に走り続けるなんてありえないんだよ。コメントにも書いてあったけど、はい、もうツッペジティケイチメシェイねって落ち目がないってね、誰が一年中突っ走るかってそりゃそうですね。もうね、それちょっと考えてよって、少しはもうちょっともう少しはね、もう心折れちゃうよ俺も。もうコメントが怖くてね、できなくなってきちゃいますよね。そうそう、あのね、はい、言っとくよ、やっぱね、飛ばしたチーム、強いチームっていうのは必ず一旦落ちるようになってんだよ。これなぜかというと、勝つってそれだけのリスクを背負って勝ってるから。負けるときっていうのはリスクは背負わないんだよ、なかなか、はい、背負えないのよ、うん、無駄に使いたくないから、うん、でも勝てると思った試合は常に全力でリスクを伴って使っていくわけよ、ピッチャーだって、うん、そうなってくるとやっぱりね、春先からここまで突っ張ってきたっていうのはやっぱ疲れがあるよ、うん、で阪神がいいっていうのは岡田監督はずっと無理してないんで、はい、無理するのは DeNA だけの時なんだ。首位との、そうそう、いや、これは首位っていうよりも、じゃあ阪神が優勝するためにはどうしたらいいかっていうのを岡田監督考えてて、でキャンプの時にもちょっと話し合うことがあるんだけど、なんであんなに DeNA に弱いんかなとか、ずーっと常にそれを考えてるわけよ、はい、なんであんなに負け越したんやろとか、だからその原因を追求してるんだよね、はい、それを答えを出したんだ、この前の甲子園で3連戦で、はい、でその時には野手をもうどんどん変えていったよね、うん、リスクを背負いながら、はい、だから DeNA の時だけは岡田監督はリスクを背負いながら一人一冊でピッチャー変えたりだとかいろいろするわけよ、はい、だから岡田監督っていうのは DeNA に対してロックオンしてたわけね、うん、それを DeNA が感じてたか感じてないかだよ。だから例えば代打の出し方、向こうのなんかもう読んでるもんね、岡田監督。ああ、はい、そしたらもう用意しとけよみたいな、あ、来た、よし帰るぞみたいな、で左対左にぶつけるとか、はい、だから岡田監督の方が今のところ一枚上手をいってるよね、DeNA に対して。 DeNA は他のチームに対してはそうでもないけど、阪神に対しては今年あんまりいい結果が出てないでしょ。あ、そういうことなんだ。だからそういうことなんだよ結局はね、はい、で岡田監督は春先は無理するなって、うん、なんでかっていうと、ずっとこう傾向として春飛ばしたチームは必ず落ちてるから、うん、優勝争いから、だから馬なりでいいって、まああんまりも飛ばさなくて、でも結果が出ちゃうんだからしょうがないよ結果首位っていうところになりましたからね。そう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 、うん、そっか、だから、はい、なんていうかな、まあ疲れだな、まず一つはね、うん、DeNA はね、まあそれとやっぱ少し再編をしないかなっていう、再編をするっていうのはやっぱ打順の組み方にしたってそうだし、まあ大体春先からずっとある程度固定で戦ってきたのは DeNA が一番だと思うんだよね、はい、まあ阪神もそうだけど、で一番佐野、はい、まあ2番に宮崎入れてたのを、まあ2番に昨日なんか外が入ってたけどさ、まあ3番宮崎牧とかね、はい、まあそういう風になってたけども、やっぱこう一番を誰にするかとか、まあいろいろやっぱちょっと再編した方がいいと思う。豊さんがシーズンの始まった頃にその1番に佐野選手持ってきたところに、いや、やっぱり1番は桑原選手とかがいいんじゃないかっていうのをちょこっとおっしゃったんですけど、うん、例えばそこに戻すとかっていうのもありはありなんですか。どうなんですか。まああるよね。で関根がずっといいんであれば関根1番でもいいです。ああ、そうですね。で1、2番を関根桑原にするし、今5番、6番を打たしてるけど、はい、それを1、2番にしちゃって、はい、で佐野を下げるとか、うんうん、にした方が俺はいいと思うな、うんうん、その方が例えば、まあ、より機動力だったりとか、そうだね、使えるっていうところ、まあ機動力もそうだし、うん、まあ、今年あの盗塁の代わりに、まあ、エンドランだとか、はい、そういうサインをね、まあ、多く出して機動力というかチャンスをこう拡大しようとはしてるんだよね、うん、でもこれもやっぱできる人間っていうのは限られていて、
まあ、例えば 1,2 番でそれをするかというと佐野と誰かだったらあんまりしないんだよね、はい、やっぱ桑原と関根とか、うん、関根と誰かとか、はい、下位打線でやっぱ行うわけよ、うん、そうじゃなくてやっぱ上位打線を迎える前にそういうチャンスを広げられるともう少し点は取れるかなっていう感じもするんだよね、はい、だから宮崎がいいから宮崎を中心にどう布陣を組んでいくか、うん、もうここだと思う。やっぱ 1,2 番のその出塁率これもすごく重要なポイントになってくるよね、はい、これから DeNA が今の位置とか、まあ、阪神をもう一回抜き返すという意味ではね、はい、だからまあそういうところもあるよね。そうですね、まあ、それとはやっぱりピッチャーだな。三浦監督もちょっとね叱責してましたけれども、まあ、今永が確かにまっすぐはやっぱこうキレキレで素晴らしいものはあるんだけど、ちょっと緩急という意味ではさもう慣れられてきたね相手に、うん、それと左バッターに対してのインサイドが少ないがために、はい、この前も阪神で7本中6本が左バッターに集中されてるんだよね。打たれたのがやっぱり左バッターに打たれるとどん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 苦しくなるし、だからまあそこら辺の調整っていうのも必要だしね、はい、で浜口の復活、まあ、石澤はいいとしても、はい、で三島の使い方やっぱこう大変な手術から復活して、はい、まあ、ちょっと疲労も来てるだろうし、うん、あとは安明大丈夫かみたいな、そうですよね、ところもあるしね、うん、まあ、エスコバもそうだしね、はい、そしたら伊勢の負担っていうのは大きくなるだろうし、うん、そしたら伊勢がホームラン打たれたしみたいな、はい、だからまあそこら辺ではちょっとうまくいかなくはなってるよね。これはそのやっぱり阪神が1枚上手で来てたから DeNA の調子が少し悪く見えるだけでっていうのもプラスアルファ加算されてるんですか。だって貯金あるんだからいやそんな悪くはない。そうです、ね、悪くはないけどこの時期にはまだちょっと早いけど首位攻防で、ね、スイープ食らったから、はい、まあ、そういう風に見えるかもわかんないけども、うん、まあ、やられ方もコッパみじんだったからね。そうですよね。で再編も裏面出たんだよ、うん、例えばその申告敬遠したら青柳に打たれちゃったとかさ、うん、はい、えみたいな、まあ、そういうこともあったし、だからまあ見え方としたら悪かったけども、でもいっぱいはいっぱいとして捉えればさ、立て直しなんかいくらだってできるよね。そうですね、うん、まあ、全体的にやっぱこう疲れが来てるっていうこともある。それ疲れを取るリフレッシュするには休ませるんだよね。それって例えばこう月曜日がまあ休みじゃないですか、そういうところの休みとかではなく、いや、まあそれでもいいよ別に、うんうん、でも、まあ、宮崎なんかはねある程度の年にもなってきてるし、はい、だから休ませなきゃいけない時もあるだろうしね、うん、だからまあそんなに極端に休ませなきゃいけないっていう選手っていうのはなかなかいないけど、はい、でもやっぱこう首位に立ってるとか負けられないとかそうなってくると気持ちが疲弊してくるというか、うん、疲れてくるというか、それに打ち勝っていかないとね、これからはね、うん、だから体力的な面もそうだし、まあ、精神的な面もそうだし、だけど阪神が21安打打った試合も16安打打ってるからね。いやしっかり、ね、いや普通7点取ってるわけだからさ、はい、宮崎2本のホームラン、牧1本のホームラン打ってんだから、だからそんなにね深刻になることはない。そうですよね、うん、あとはやっぱこうピッチャーがやっぱこう少し手薄になってるかなっていう部分はあるよね。まあ、例えばエスコバーが、はい、なかなかこう復活してくれないとか、うん、投げたら打たれるとか、まあ、そういうところもあるし、まあ、今までその完璧だったやっぱ7、8、9がちょっと崩壊気味に来てるから、はい、ここをどうやって立て直すかね。例えばそこの役割を違うピースを誰かに、まあ、入れてもいいけども、やっぱりこう経験がいるポジションだけにさ、はい、一番いいのは今まで通りの復活劇だよね。あ、そうですよね、うん、本当は、うん、だからまあそこら辺は、まあ、キャリアもあるし、まあ、そこそこはやってくれるとは思うけどね。ただ登板方なんだよね、ずっと。そうですね、うん、だからまあそこら辺はちょっと疲れが溜まってたらなかなかやろうと思うパフォーマンスができなかったりはするかも分かんないけども、うん、まあでも誰かいるはずだよ、うん、あそこはあの石川なんか左でいいもん、うん、で出てきてるんだ、あの坂本も。あ、はい、うん、坂本挨拶来るからちょっと名前出しておくけど坂本も、まあ、左も結構豊富にいるし、はい、伊勢は俺は健在だと思ってるしね、はい、でここ3連戦でなかなかこう登板がなかった中継ぎ陣、はい、
その勝ちの方程式、はい、まあ、ここら辺休めたかなと思えばそうですね、いや全然全然いい方に考えればいいだろうしね、うん、特にだからこれ長引くような不調にはいかないってことですよね。いやいや大丈夫大丈夫、うん、あとはやっぱバウアーが勝つか勝たないかな。そうです、ね、いや勝てばやっぱ乗っていけるよみんな、はい、ただどうなのかなあいつ自分でさあの携帯持って YouTube やりながら新潟行った時も登板日にあれはなんていう山だみたいな、いやいやそうじゃないよお前もうちょっとやれよみたいな。そうですね、登板日なんだから。そう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 、だからそこら辺の見え方が選手からどう見えてんのかとかさ。確かにそうですね、だからそのサイ・ヤング賞を取ったから何でも許される、だって日本では何の価値もないわけだ。まだそうですね、そうでしょ日本の権威って言ったら沢村賞でしょ、はい、一番の権威って投手のね、いやそしたらそれを取ってやるんだったらさ、みんな何も言えないかもわかんないけど、いやちょっと待ってよって、じゃあお前メジャーで登板日にこうやってやるかってそうです、ね、多分品種買うと思うよそれまたやると、うん、ね、だから日本だからやるんじゃなくて、やっぱ登板日ぐらいは野球に集中してるというかさ、はい、だからどう見られてるのか、うん、いや選手がいいよって、君は実力もあるしみたいな、うん、勝てるんだからみたいな、うん、いや全然言って言うんだったら別に余計なことだし、うんうん、だからそれが一つのルーティーンになっとけばね、はい、それはそれで取り上げる必要もないけどさ、うん、俺はなんとなく違和感を感じるというかさいやいやもうちょっと、うん、ね、まあ、確かに新潟行った、え日本のプロ野球は地方も行くんだみたいなここはどこだみたいな、新潟だみたいな観光になっちゃったんですね、観光になっちゃったいやだからそこら辺はどうなのかなとは思うけどね、みんなの目があるんだったら球団として規制をした方がいいだろうしね。そうですね、うん、登板日じゃない日にやるのは全然 OK だけども、うん、登板日ぐらいは気を引き締めた方がみんなの手前もあるんじゃないかという、ね、そうですよね、あの時はもうジャイアンツの、ね、打線がバウアー捉えた、爆発したからね、はい、だからもしかして本人もあの1戦目で勝った時に、あ俺いけるんじゃないかと思って、いやそりゃそうだよ、いやもう相当な自信家だから。そうですよね、いやそりゃそうだよ、俺がまあ打たれるっていうのはおかしいって世の中がおかしいって思ってるぐらいの多分ピッチャーだと思うから、はい、うん、まあだけどやっぱり日本の実力もね、はい、認めたと思うよ、あホームラン持っていかれるんだとかさ。そうですよね、あだからまあそれに目覚めてね、うん、より本気になるバウアーを見てみたいと思うし、そうですね、それがまたそのチームの士気というか、ま、活性化になるよ ね、うん、ね、ただやっぱ投げてる技術考え方、それはもう大したもんだしね、はい、組み立て方とかもやっぱすごいなっていう意図を感じるピッチャーだから、はい、バウアーが勝っていくとまた DeNA も少し変わり身を見せる、うん、でも負けるとどうしても気を使っちゃうというかさ、はい、うん、だからまあ DeNA はそんなに慌てることはないと思うよ、バタバタする必要はないと思うよ。そうですね3連敗4連敗か今、5連敗5連敗してるんだ、はい、まあ慌てんなよシーズン5連敗もあるからそうですね、まだ5月ですしね、まあそうだね、うん、ただチームのバランスは崩さないわけな、うん、あとは少しここに来て打線という意味では組み替えた方がいいかもわからんね、うん、そうですね、ちょっと DeNA ファン多分ホッとしてると思いますよ。なんで今日の動画で、あバカ DeNA ファンは、うん、まあ落ち着いてるから心配すんなそんな慌ててないんですね。慌ててないよ、楽しみがたくさん待ってるからこの先に、この先にちょっとそれを楽しみにしたいです、ね、ホームで負けないというね、あ強いですね、そういう強いっていうものも一つあるし、はいね、チームカラーみたいなの、うん、だからまあ本拠地に帰ってまたどういう戦いをするか、はい、ね、楽しみだけどね、はい、はい。